さあ、里崎さん物語第2回やっていきます。ちょっとね、休んだりとかしてて間空いちゃったんですけど、これからはね、まあ、2、3日に1回ぐらいのペースでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、来ました。今日はね、8番キャッチャーでスタメンですね。で、審判が相変わらずでけえ。ピッチャー岡本投手、岡本投手といえばあれですよね、登板してるにもかかわらず明日の予告先発名前が出た、あれが有名ですね。さあ、2ストライク。ありがとうございます。さあ、2打席目チャンス。ちょっと1打席目マジひどかったんで、ちょっと頑張ります。このチャンスから打線がつながるかもしれませんからね。はい、はい、これが里崎。This is 里崎。はい、ツーベース。1点差、ナイス。ちょっと三投決めたくないですか、三投。ここでちょっと三投を狙います。この里崎さんの足で。いけ、走れ。あ。余裕すぎる。走るべきではなかったですよね。おい、ノーアウト満塁。きたきたき、え、スクイズ。待って、スクイズって書いてある。マジ、ノーアウト満塁から。うわ、サイン出たし。マジ。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。すいません。これはすいません。空振りはあかんすよ。ちょっとだ、打って返そう。まだチャンス。打って返そう。諦めんな。最悪や。ツーアウトになっています。うわ、電話してる、なんか。今の三橋さんのセリフなんか使えそう。おい、映すな、三振を。さあ、守備ですね、守備。同点でワンアウト一塁。でも守備で挽回しよう。いや、あー、マジか。ちょっとなんか甘く入ったな、今な。まあ、僕がもうちょい厳しいところをね、要求してたんですけどね。ちょっとゲッツー欲しいっすね。いやー、これは抜けるか。ゴロはいってるけどな。ワンアウト満塁。誰だこれ。あ、森友だ。若かりし森友だ。いやー、ちょっと怖いね。怖いね。やばい、ストライク入らない。ちょっとこれ引っ掛けてくれ。おい、ちょっと待って、スリーボールはまずいよ。あ、まずい。お、いいんじゃない、いける、2ついける。はい、リードのおかげ。うるさい。さあ、ちょっとね、さっきの打席ひどかったんでね、ちょっと取り返しましょう。チャンス。いや、そのアウトローはえぐいわ。甘い球。オッケー。はい、抜ける。よし。はい、タイムリー。オッケー。煽ります。ここで煽ります。はい、戻る。最低。さあ、ポイントゲット。これ、ポイント貯めて、なんか体当たりとか取りたいですね。体当たり。この昔のプロスピならではの体当たり。さあ、次の試合、日ハム戦ですね。8番キャッチャーでした。またさあ来ました、チャンス。得点圏7打数5安打。頑張れマリーンズ。相手は絶不調メンドーサ投手。ピンチマイナスですね。 OK。 はい、アイバッチ。これが得点圏の鬼、友也。よし、あれ、ツーがなんだ、エラーか今の。さあ、ここちょっと走ります。同点としています。いけ、決めろ。うわー、もうダメじゃん。いや、俺は里崎さんで何としても盗塁を決めたい。こんなことがあるんでしょうか。こんなことがあるんでしょうか。打てそうにないバッターだけに微妙ですよね。スタンドは大喜びですが、点差を離されてしまっているわけですが、その分付け入る隙というのも生まれることは、はい、いや、いいね、バッティングマジ調子いいわ。ヒットは出るね。よし、盗塁チャンス。俺は何としても決める。ヒットでランナーを一塁に置いています。
これちょっとやばい。OKOK。お危ない、今行ってたらやられてたわ。いい判断。行け。やばい、ダメだ。もうダメだ。戻れ。粘れよ。ちょっと難しいな。走るなら絶対に成功しないといけませんよね。オッケーオッケー、ノーアウトね、ノーアウト、オッケー。いや落ちない。お、走ってる、いけいけ、アウトかい。もうちょい走ってくれ、年俸に関わる。最低。さあ再び日ハム戦、まさかのスタメン外されました。しっかりと予告ホームランをしていきます。ちょっとね、昨日の試合でね、ふざけすぎたせいでね、盗塁アウトとかちょっとスタメン落ちちゃったんでね、今日はちゃんとやります。この試合ちゃんとやりましょう。里崎さん、ちゃんとやってよ。いいんじゃない、ダメか、ちょっとまずい、崖っぷちや。ちょっとここを打たないとマジで明日もベンチになっちゃうんで、ちょっと頑張ります。ちゃんとやります。まあしっかり攻略したいですよ。まずいです、里崎さん、まずいです。これはスタメン剥奪。さあオリックス戦です。案の定ベンチスタートです。こんだけ打ってベンチスタートっていうのもよくわかんないですけどね。絶対打とう、ここは。いやツーシームマジで打てないんですよね、これね。ちょっと甘いの、これ。あーボール球、追い込まれた。ツーシームはやめて、ツーシームはやめてよ。甘い甘い甘い、はい、いった、これいった。うん、いや全然いってない。あんだけ完璧なフォロースルーかまして届いてない。まあ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 、2打席目ピッチャーマエストリ、懐かしい。ここ確実にミート打ちで行こう。あ、ダメだ。いや面白い、いや面白くない。はい、終了。カーブだな。オッケー、はい、ナイス、今井さんナイスキャッチ。オッケー、勝てばよし。いやロッテ強いな。ロッテこの年は実際は何位だったんだろうね。ちょっと後で調べます。さあということで今回はこの辺りで終わります。今後もねペース上げてやっていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。